さあ、今日私からお話したいのは、キャンドルプログラムの話ではあるんですけれども、皆さん小学校から学校に入って、実は大学って最後の4年間なんですよ。最後の4年間、これが終わったら皆さんは一社会人として全ての責任を自分自身で負って、生活をしていかなきゃいけない、ずっと働き続けなきゃいけない、こういうものがあと4年間で来る。ちょっと怖くないですか？前もお話しましたけど、入学式でもね、皆さんを成長させることができるのは実は皆さんだけになります。私たちは、いろんな環境を作ることができる、環境を作ることができるんだけれども、それに参加する、そこで頑張るっていうのは皆さんね、よく言われるのは、馬に水を飲ませることができないんですよ。馬が喉が渇いてない限り一緒ですよね。なので私たちは水飲み場こっちだよ、美味しい水用意したよということで、今から水の話をします。ただ飲むかどうかは皆さんの心一つになりますね。で、私たちとすればぜひ参加してほしい、でも強制することはできません、そういう意味では、なぜこういうプログラムが必要なのかという話をちょっとだけしますね。皆さん当然ながらお金欲しいじゃないですか、ね、いろんなところで食べに行ったり、お洋服買ったり、あとは携帯電話とかいろいろありますよね。もしかしたら学費そのものをアルバイトで稼ぐ人もいるかもしれない。で、世の中今人手不足なので、すっごいアルバイトみんな欲しがっています。で、そうするとですね、2年後3年後には学校のことはほとんどおろそかで、バイト代ばっかりしてるっていう学生さんもいっぱいいます。そこの中で例えば接客とかは上手になる、これ一つ重要なことですよね。なので経験する意味では当然ながら OK です。ただそこに皆さんのこの貴重な4年間を費やしてしまったら、社会に出たからすごい困る。で、それを私たちすごく心配しています。なのでちょっと今から私の話聞いてくださいね。キャンドルプログラムです。キャンドルって何？ちょっと後で説明します。まずは一つ、これからですね、どん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 物価が上がっていきます。そしてちょっとお話ししました、プレアドでもお話ししましたけども、皆さんが例えば一軒家に住んで、例えばマンションに住ん で、 でそこで子供2人を育てようとすると、なんと年収800万以上になると無理。年収800万ってすごくないです？そういう意味では皆さん自身も今後何かの専門家となってずっと働き続ける、こういったようなものがこの次の世代になってきます。そういう意味ではぜひ皆さんもですね、何かの夢を持っていただきたい。例えば起業家になる、公務員になる、消防士になる、そういったようなところでそこにやりがいをつけていく、こういうことがすごく重要ですね。そういう意味ではどんな夢であってもですね、実は必要なものってこういったようなものなんです。これは実は内閣府の調査であるので、どの企業でも求めているのは、一つコミュニケーション能力、二つ目が協調性、これって二つとも自分一人では鍛えられないんですよね。そういう意味では仲間と共に、あとは組織の中でといったようなところが求められているんですね。で、三番目、これは自分自身でどうにもなることです。誠実になる。ちなみに桐蔭学園の学園君は全てのことに誠を尽くそうということなんですね。例えば皆さんがあれもするこれもするあれもする、でも全てにしっかりと誠実 で真面目に向かっていく、そうすると必ずその先につながっていきます。ですので3番目は誠実で、4番目はチャレンジ精神です。これすごく重要ですよね。この辺でもいいかもしれないけど、もう一つ高いところを目指していこう。実は皆さんは東横浜大学に入りました。でもここで成長すれば2つでも3つでも高いランクの景色を見ることができる。そしたら見えてるもの全然違ってきます。なので東横浜大学でぜひこの 1,2,3,4 これを培っていただきたい。そうすると必ず5番目の行動力が身につきます。今お話ししたように、今予測不可能な時代で、そして問題解決型社会というふうに言われてますね。で、何か皆さん自身がこれ問題だなと思ったことを見つけて、そして仲間と共にそれを課題解決していくと、こういったようなことが求められているということになります。だから東横浜大学ではこの6つの力、
これを身につけることを私たちは努力しています。ちょっと一個ずつ読み上げますね。一つは行動力です。さっきありましたよね、行動力って。でも私たち字が違うんです。考えて動ける力、行動力ですね。そして2番目です、複眼的思考力。私はこれしかしないということではなくて、世の中いろんな立場の人がいますので、こっちの視点もこっちの視点も分かる、こういうことがすごく重要です。そして3つ目です。これすごく重要ですね。相手の気持ちになれることができる、共感力。そして4番目はリーダーシップ。リーダーシップというのは実は引っ張るだけではなくて、しっかりと支える、そういったようなリーダーシップもあります。そして探究力、自分の人生をしっかりと組織化、構築していく自立的キャリア、こういったようなものが必要。これ先ほどのこういったようなものに非常に親和性が高いですね。ですので私たちは、皆さんにこういったような力がつくような環境を整えています。ただですね、残念ながら授業だけではあの力はつかないんです。なぜかというと、こういう形で先生が一方的に話している中で今のような力ってつかないですよね。もう一度言いますが、先ほどのこの党員6と呼ばれるこれは、人と人がコミュニケーションを取る中で身につく力なんです。そして人と人とってなると当然ながら面倒くさいこともいっぱいありますよね。でもですね、それを議論で乗り越えていくときに実はこういう力ってつくんです。つまり友達だけではなくていろんな人と関わっていかなければいけない。これが皆さんのこの4年間の成長を支えるバックグラウンドになります。となればですね、授業だけではなくて私たちはその他2つのプログラムを用意しています。1つはクラブサークルです。これ分かりやすいですよね。この中でもすでに、私はバスケットボールがいいわ、私が何がいいわと思っている人もいます。そういう意味ではぜひ入ってください。ただですね、アスリートだけではなくてこの真ん中キャンドルプログラム、これは党員にしかありません。そして今ここに入っていることが非常に、重要視されていると言ってもいいでしょう。なので、今日お話ししたいのは、アルバイトもいいよね、部活サークルももちろんいいよね、でもぜひ皆さん先ほどのような能力をつけたかったらこのキャンドルプログラム検討してくださいという話になります。